大阪杯の前哨戦となる JRA70 周年記念第60回金庫賞。まずは関西馬の情報を雪のねねがお伝えします。去年の優勝馬プログノーシス、 G1 制覇に向けて今年初戦となります。前走後は山本トレセンでリフレッシュさせてもらって、レース1ヶ月前ぐらいにトレセンに戻ってきてます。先週は川田ジョッキーにまたがってもらい感触をつかんでもらったんですけど、休み明けっていう動き、心身ともにまだかなっていうところでしたね。そこまで大きく変わった感はないですけど、先週よりかは一つ良くなってきてくれたかなっていうイメージですね。5歳になってから心身ともに充実してくれてましたんで、そんなに大きな上積みはないですけど、安定して力出してくれる状態ではあるのかなと思ってます。開幕週というよりかは、当日の天気の方が気になるかなっていうところですかね。大きなところのあと一歩のところまで来てるんで、なんとか一つ大きなタイトルをこの子にも取らせてあげたいなとは思ってます。前走中日新聞杯で重賞初制覇となったヤマニンサルバム、中京芝コースは6戦5勝と好相性です。追い切りまでの間の過ごし方はどんな感じでしたか？いつもと変わりなく普通に体調の変動少ないので、あんまり余計なことを気に使うことなくしっかり乗り込めてますので。今朝はいかがでしたか？今朝は半路で、ちょっと雨降ったんで馬場ちょっと重かった分時計気持ち遅いかなっていう感じありますけど、先週先々週としっかりやれてるんで、十分競馬に向かっていける内容だったと思います。競馬であんまり注文つかないというか、いい位置取って正攻法で競馬してこれる馬だと思ってるんで、その辺がうまくいって展開がハマってくれればなと思ってます。中京結果出てるコースなんで、相手本当強くて、んでこのメンバーでどれぐらいこの力が通用するかなっていう形なんで、ここで頑張ってくれればその先も見えてくると思うんで、頑張ってほしいと思ってます。続いて関東馬の情報を田辺サランがお伝えします。去年の菊花賞馬が始動戦を迎えます。デュレッツァ、59キロ克服なるでしょうか？ようやく良くなって徐々に上がってきたところと、馬もまだ少しこう逆にこう気持ちだけがちょっと先走るようなところもあったんで、単走でその分負荷かけたいなと思って長めからやった感じですけども、動き自体はこの馬らしい動きができてたと思います。今日の追い切りも単走での追い切りでしたが、どのような指示をされましたか？折り合い気をつけながら乗ってたと思うんですけども、気持ち半マイルがイメージとしてはちょっと遅めになっちゃったんで、その分少し最後長めに奥まで行かせた感じですけども、全体的な時計とか動き走りは良かったかなと思います。名古屋の二発見山となる10安馬をまた皆さんに応援していただければと思います。去年3歳馬ながら新潟記念を制しているノッキングポイント、左回りはベストだと思ってますし、距離も 2000m になることもベストな条件になるのかなとは思ってますね。馬体重的にはそこまで変わってはいないんですが、気象面だったりっていう部分が成長しているかなっていう感じでは見てます。しっかり、長く癒やし使える部分がいいのかなっては思ってます。一周前は戸崎騎手に来てもらいまして、長めからしっかりと時計出して負荷かけて予定通りに行ったかなっていう印象です。全体的にはその時計を抑え気味で、なおかつそのラストもしっかり気を抜かせないように走らせるという方向でやらせていただきました。しっかりゲート出てポジション取って走ってくれればいいなと思ってます。この先まだまだやれる馬だと思うので応援していただければなと思います。 JRA70 周年記念第60回金庫賞、どうぞご注目ください。